はい、バザリです。今日はもやし丼を作って食べます。いや、やはりね、こう大食いをやってる以上何がこうね、悩み事かといえば食費でございます。ですのでね、今回はもう材料も、あんまりかけずにできる丼物、しかも美味しくできると言ったら、こうもやし丼がね、一番こう、ベストだと思いますので、今日は、もやし丼をね、食べながら晩酌をしていきたいと思います。それでは早速作って食べます。で、ここに、ソーミシャンタン入れていきます。で、ここでお醤油を、お玉に2杯分ですね。で、次に料理酒も、お玉2杯分入れます。で、ここに、お塩を一回し、いや、もうちょいですね、ちょっと二回しぐらい、入れます。で、次にお砂糖ですね。ちょっと僕は甘めが好きなので、ちょっとがっつりめに、お砂糖入れます。で、次に、オイスターソース、こちらオイスターソースですね。お玉に、まあ、約8分目ぐらいですかね、入れます。うん、ちょっと辛かったので、ちょっとお水足します。ちょっと辛かったですね。ちょっとお玉、お水2杯分ぐらい足す。そしてここに、豆板醤ですね。豆板醤をちょっと少し足します。はい、じゃあ、ここにね、水溶き、片栗粉を入れて、ちょっと、とろみを出します。で、もやし投入。で、ここでちょっとね、塩コショウを、かけます。で、ここで、卵投入です。まあ、こんな感じですね。ちょっと卵は半熟の方がいいので、具の完成ですね。はい、というわけでもやし丼完成です。はい、というわけでもやし丼ですね。いや、もうめちゃくちゃ美味しそうです。いただきます。それでは皆様、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい。じゃあ、このね、とろとろの、もやし丼を。これはもう本当に美味しいですね。このもやしのシャキシャキ感と、この卵のとろみ、このね、あんがすごい合いますね。
いやもう本当にね、このタレがね、めちゃくちゃ美味しくて、もうそのタレだけでこうご飯進むこう味付けになっておりますので、でまたね、僕こうお酒飲んだりね、こうご飯ね食べるときってやっぱどうしてもね、こう味付けがね濃い方が僕好きなので、もしこう薄口がいいって方は本当僕のちょっとレシピあんまり参考にしない方がいいと思いますので、味見しながら、調整していただければいいかなと思います。いやしかしこうレモンサワーにめっちゃ合いますね、この味付けは。いやー今回のね、この材料費なんですかね、こうもやしを 600g でだいたい30円ぐらいですかね。で卵がだいたい20個使ってるので、300円ぐらいだから、材料費だけでも本当に、まあ調味料とか合わせてね、まあ500円か600円ぐらいなので、いやこれはもう本当最高の節約料理だと思います。でしかもね、こう晩酌とかね、ご飯のお供にも最高の料理だと思いますので、いやもう本当に最高です。ごちそうさまでした。それでは皆様、次の動画までごきげんよう。